ヒューストのトコです。マキカさんから。マキカさんから 40V MAX 充電式レシプロソ、新製品が発売となりました。これね、いやもっともっと 40V のレシプロあったでしょうって話なんですけれども、ね、この JR001 っていう、まあ今ね、もともとあった機械でも十分すぎるパワーがあったのに、さらに切断スピードを上げた機械を発売しましたということですね。マジかとなってます。じゃあこのチラシ、はい、こちら。世界最速ってことで、デカデカ書いてございますね。ちなみになんですけれども、もともとあった JR001G っていうのと、まあ、今回発売した JR002G っていうので、価格差が結構あるんですよ。なので、両方併売していくよという、牧田さんからの回答でございました。簡単に何が変わったんですかっていうと、オービタル機構をつけて、さらに切断スピードを上げましたというのが、大きな謳い文句となります。で、ちょっとですね、いつもみたいにね、スペックに関して、まあ、だらだらとおしゃべりをしてもいいんですけれども、これですね、牧田さんはレシプロ層を出しすぎてるんですよ。これね、ものすごく多いんです。比較機が多すぎ問題。ね、この機種より強い、あ、こっちのコード式よりも強いですね、あ、この 18V よりはどうですね、もうわけわかんねえと。で、さらにね、この僕の早口で畳みかけるように弾くと、なんなのっていう話になってしまいますので、ちょっとスペックっていうのはここにボンと貼りますんで、必要な方はですね、一時停止しながら、ちょっと、あ、なるほどねって感じで見ていただければいいと思います。はい、じゃあ比較機となるのは、ちょっと僕がよりすぐってみました。まずは新型 JR002G。でせっかくなので同じ 40V 機ですね、 JR001G で、あとは 18V 機の最強ですよって言ってる JR187D で、AC100V の最強機、これもやっときたいですね、 JR3070CT ということで、ね、もっともっとほじくればいっぱいあるんだけども、まあ、主にこの4機種、ね、出しておけば、まあ、皆さんとねお話できるかなっていうところで、この4機種を選ばせていただきました。カタログスペック上の、切断能力ってところですね、こちら差はございません。続いてストローク数、1分間にこう何回こう前後するのっていう、数字、こちら、今回新型の JR002G に関しては低速高速っていう項目がないんですよ。これは何かっていうとですね、ダイヤル式になりました。これでスピード調整するってことで無断変速になってますね。今までのやつは低速高速っていうのと、あとはこの指の押し加減で調整できたんですけれども、そこがちょっと使いやすくなってると思います。で、ストローク幅っていうんですかね、この刃の出るまでのこの幅っていうんですか、これ 32mm ってことで、これは全機種同じ数字となってます。1充電あたりの作業量で、重要なのが、まあ、質量になるんですかね、まあ、ここまでバカでかいと皆さん重たい方がパワーあるのかなっていう感じなんですけれども、はい、じゃあ先ほどちょっとお話ししましたけれども、オービタル機構っていうのを皆さんご存知ですかね。ちょっとブツがあるんで、ブツちゃんとあるんですよ。はい、こちらがその新型のブツになります。今ちょっと歯つけた状態なんですけれども、今まずは、オービタルじゃないモード、これ切り替えができるんですよ。優秀ですね。いきます。今これが前後してるだけ。じゃあオービタルオンすると、なんかわかります？こうえぐり切るっていうんですかね、そういう動きがオービタル機構となってます。このオービタル機構っていうのがですね、主に木材切断で使われる、機構でして、より早く切れますよとかっていうモードになってますね。で、ブレードの取り付け、ここ優秀なんですよね。ですね、このレバーをこうやってガチャッと、ああ落ちちゃった、はい、こんな感じで工具レスでつけるときも、このレバーをこう上げてもらってビュッて刺すとロックできると。もうちょっとね、安定したところで手袋してやれって話なんですけど、はい、こんな感じで、簡単に取り付け、取り外しできますという工具になってます。防塵防水保護等級ですね、IP56、取得しております。はい、というわけで、私今ね、道具も見せないで散々喋ってましたけれども、比較機を全部用意しましたね。用意しましたよ。はい、というわけでちょっとね、なんとも雑な比較で申し訳ないんですけれども、上から、新型の002で、次が001
で、こちら3台目が JR187 っていう 18V 機の最強のやつですね。で、一番下が AC100V 機の 3070CT ってことで、こんな感じ。そんなに大きさの変わりはないかなという印象でしょうか。まあ、強いて言うなら、やっぱ 100V 機がちょっとね、ハンドルの形上、ちょっと大きく見えちゃったりもするのかな。はい、こういった感じです。はい、という感じなんですけど、ね、ちょっとどれだけ早く切れるか見たくないですか？ちょっと見たいですよね。ね、ちょっとまだ私、社長に許可取ってないんですけれども、内緒でね、内緒でこれを今切っちゃおうかなっていうところがありますんで、ちょっとね、今表で、なんか単管と、あとなんか太い木材が、転がってればそれを切って、比較してみましょう。行きましょう。ちょっとやっちゃおう。やっちゃおう。はい、じゃあ早速切断の方していきたいと思います。一応単管パイプを切るという想定 でオービタル機構はなしでいきたいと思います。一応固定クランプを2箇所、ちょこ止めましたんで、まあ、ここを順番に切っていくっていう感じですね。使用するのはレノックスの 814R とかっていう刃で、まあ、鉄ステンレスに最適っていう刃で、やっていきたいと思います。じゃあ次行ってみましょう。90角の木材ですね。ちょっと画面越しで伝わるかな。ものすごくあたりが暗くなってまいりました。はい、じゃあちょっとですね、あんまりこれ今乗っけただけで固定してないんで、まあ、この辺がどうなるかあれなんですけども、まあ、ちょっとやってみましょう。ちょっとあんまうまくいかなかったら本当申し訳ないんですけれども、こう当てる感じでいけんだな。いきまーす。というわけで、いかがだったでしょうか？使いました。あたりは真っ暗でございます。はい、ですね、ちょっと私が実際にこう、切ってみてというか触ってみて、やっぱ、18V 機の、ちょっと申し訳ない、弱さを痛感しましたというか、40V の凄さがよくわかった。で、さらにこの002っていう新型、まあ、より速えな、すげえなっていうのを感じましたね。あと一つ思ったのが、18V 機と3070っていうコード式の機械なんですけれども、あっちもですね、刃の着脱っていうのがコーグレスですよって言って、このね、なんか狭い隙間に指を入れてこうくるって回すような仕組みになってるんですけど、あれがすげえやりづらかった。で、今回新型、まあ、001もこの002もそうなんですけれども、この脇にこれがついてて、これで刃の着脱ができるんですけれども、これがすごく良かった。簡単に交換ができました。あとはですね、私さっきのおしゃべりの中で言ってなかったですね、ここレバー、ここはちょっとね、手袋なんかしてると手入れづらいんですけど、こうやってレバー下げて上げてもらう、下げてもらうと、こうやって周を、調整できたりしますんで、まあ、この辺も便利なところかなと思います。あとは大型フックついてます。フックがついてない機種もありましたけれどもね、やっぱ引っ掛けられるのすごくいいですね。はい、こういった機械となっております。はい、切り比べいかがだったでしょうか。はい、ちょっとね、私は今単管と木材切ってきましたけど、ちょっとね、あなたの切り方がまたちょっと違うよとかっていう方がいれば、また申し訳ない、コメントで教えていただければと思います。すいません、その辺は素人でして、すいません、いつもおしゃべりばっかりなんですよ。で、今回、4機種、どれも新品でやらせてもらって、まあ、ちょっとね、使っちゃったんで汚れてしまいましたんで、この4台に関してはですね、ちょっと特化で、動画使用品として販売しようと思いますので、もしよかったらこの概要欄にですね、その、新古品っていうか、まあ、中古品っていうかですね、それ安く売りますから、もしよかったらそれクリックしていただければね、今のたった数分しか使ってない工具なんで、お安く手に入れられたりしますんで、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、牧田さんから 40VMAX 世界最速ですね、充電式レシプロソ、JR002、ご紹介させていただきました。お付き合いありがとうございました。